何アシカ？アシカ？ゴマアザラシ。何？ゴマアザラシ。一見するとして毛がないように見えますが、トレーナーが
が逆立っていますよね。細かい毛とそして体の脂肪で寒さから身を守っているので寒さはへっちゃらなんですね。さあそしてこのゴマフアザラシの体の模様が名前の由来となっておりますが、毛の模様なんですね。地肌は実は真っ黒なんです。さあ背中側見ていきますと小さな黒い点々模様、ゴマ模様が見えてますね。お腹側にもしっかりと模様が入っているのを嵐見せてくれました。さあこの模様なんですがアザラシ一頭一頭実は違うんですね。この模様を目印に見分けることもできますので、ぜひこの嵐見ていただいて覚えてもらった後は隣の菜の葉も観察をしてみてください。ちなみに嵐の方がゴマ模様が一個きれいにはっきり見えておりますが、隣の女の子は背中真っ黒に見えてしまって模様がくっついて見えますので、ぜひチェックをしてみてください。さあそしてこのゴマフアザラシ、先ほどから陸で動いてくれていますが、ほぞほぞと動きにくそうですよね。さあこれには足の形に特徴があるので、こちら足を見ていきましょう。アザラシたちはヒレ足動物といって、前足後ろ足がヒレのような形をしている動物たちの仲間。
後ろ側に小さな穴が開いているんですが、さあ今トレーナーが指を指してくれました。ここがアザラシの耳になります。私たち人間みたいに目立った耳ではないんですが、小さな耳でしっかりとトレーナーの声を聞き分けて種目を行うことができます。さあ今日は上手にできたので、しっかりとトレーナーから餌ももらっていましたね。このようにして日々アザラシたちいろんな練習を行っていますので、ぜひまたご覧になる際はどんなことを練習しているのかにも注目をしてみてください。さあそれではそろそろお時間が来てしまいましたので、最後は嵐からご挨拶で締めさせていただきたいと思います。さあそれでは嵐がしっかりと皆様にバイバイとご挨拶です。しまいだ。ここに点が入れたら掃除するんだね。